はい。はい。はい。本当にすいませんでした。いやー、アホ。いや、ほんとね、こういうなんかグダグダだし、途中とかもうひどい固まってる絵見せてるんだけど、それでもなんか見てくれる皆さんに本当に感謝するしかないっすな。ただ、まあ、根本的な原因は分かったから、次回からもうちょっと気をつけて配信できるかもなっていうことにしたいですね。これで最後にしたいかな。この手のトラブルは。トラワルト、そこ、中からやるのか。これトラワルト帰れる？帰れないのでは。ロケット帰ってくるそうです。はい、ここは開けっぱにして、ちゃんと帰ってくるの、見てようかな。とはいえ、200秒前とかだから結構待つんですよね、これ。で、宇宙ミッション終了が来たから、はい、帰ってきましたね。うんうん。しっかりデータバンクもたくさん持って帰ってきてますね。で、データバンクは今250個か。250個ってことは、研究で次の石油エンジンロケットができるから、その次、取るべき内容はこちら、固体貨物です。ロケットも自動で開けないとまたドアが、実際そうだな。そうですね。石油エンジンロケットが解禁できるタイミングに来てるので、データバンクの量的にも固体貨物の研究終われるので、これで、あ、漏らしそうな顔してる。カメラで追尾して、はい、ん？あー、ごめんごめん。外さないとな。はい。ロケット一覧で、これなぁ。まあ、このままでも確かに、この輸出小惑星まで調査できるんですけれど、まあいいや。とりあえず、エイブ君の割り当てを外して、次はいよいよ、ここのエンジンを石油に変えるっていうのもあるんですが、固形燃料スラスタごと入れ替えかな？なので、これこのまま運用するのかっていうのもあるんですよね。石油エンジンロケットを作るってことは、どこら辺かに E 塩梅に石油場を作り、それをパイプで運んで、ここに、つなげないといけないですね。本当にこのロケットサイロ、このまま続行するの？込み込みでやんなきゃいけないです。まず設備無効化、解体して、これもう役目終わりなので、とりあえず解体をして、ロケットは少々お休みにして、とりあえずこれを完成させよう。何にせよ。はい。ん？二酸化炭素入ってますね。お、入ってる。確かに。なぜ？ちょっと待って。あ、でもね、二酸化炭素だけだったら全然 OK です。むしろ、なんでここをわざわざ真空から作ったのかっていうと、石炭発電所は二酸化炭素だけの空間にしたかったので、ギリセーフと言えます。なんで入ったのか、見当つきますね。ここ。多分ここで金属タイルを張り替えるときに一瞬入っちゃったんじゃないかな。炭素や、汚染酸素が入ってるよりはマシ。ただできればゴツゴツハッチの旧車は本当は水素で満たしたかったんですよね。まあ今からだったら一回真空化できるっちゃできるからやってもいいんだけど、具体的にはこうやって、これ 1000mg とかそういうごく微量な量でしかないからそんなに時間かからないんじゃないかな。電気は、ギリなんとかなるぐらいかな。こっから引っ張って、これは。で、こっちからだったら余裕か。広い空間だから時間かかるのは、確かにそうなんですけど、総合的な量だったら、これだったらなんとか、すぐに、リカバリーできるかなって感じです。これ。これを気をつけなきゃいけないですね。スケジュールの切り替わり目で、ここで落としちゃったっていうパターン。だからちゃんとこっからこう、ジャンプして、ぴょんぴょんってやってこないと、変なところで落とされちゃうんですよね。ちゃんとぴょんぴょんするように、導線作ってあげないと、こういうことが起きます。移動チューブの中で落とすの妨げらない。っていうかあれだね。こっちがゴツゴツハッチの旧車にしたくって、ここは二酸化炭素に満たしたいとか言ってたら、とか言うんだったら、
ここにも液体エアロックいるなぁ。はい。ん？モッド、ノードロップはそこだけ許される。なるほど。ん？全部塩素でいいんじゃない？石炭発電所だけ、二酸化炭素。じゃあ石炭発電所の横に、網状タイルとかで塞いで、隣にスリックスター旧車とかがバランスいいのではみたいなことをちょっと考えたことあるんですね。なんだけど、石炭発電所のクラスの二酸化炭素排出量だと全然、なんていうかな、足りなかったんですよね。量が。おおむね、エタノール蒸留所とか、そのクラスじゃないと足りなかった感じですね。やっぱり時間かかんな。で、これ、よく考えたら、こういう作りじゃなかった。隣が、石炭発電所にするつもりだったら、こうではなく、こうでしたわ。こうかな？そして、足りないよ。足りないよ。そうか。じゃあ、鉄で。鉄意外といっぱいあるんだよな。こうして、こうして、石炭発電所をこうします。で、こっちが、ゴツゴツ8厩舎。設備だけ解体。次は一緒。うん、鉄でいいや。こうしといて、ここな。まあ、通り抜けとかを考えて、こうでよかったんではってあるんですけどね。そうしたらね、なんかピョンピョンしないで済んだしね。はい。ここに移動チューブの液を置きます。で、ここ空いてますね。ここは何するのっていうと、ちょうどチャージポンプが置けますね。ほぼほぼデッドスペースみたいなもんですし。こう。そしたら、ここも解体。こんなもんかな。で、ゴツゴツ8厩舎予定地用意して。ツルツルハッチはどこに置くの？っていうのはありますが、まあまあまあ、後にしましょう。床のこの部分を金属タイルにしたいなーってなった時に、一旦ここを解体してから、通常タイルを貼って二重壁にしてから張り替えですかね。やっぱりしかし時間かかるなーこれ。諦めて二酸化炭素でいいんじゃないかっていうのもあるんですよね。何にせよ滅菌環境にはなるわけですか？中央の液体ロック早めが良さそう。あー。というか、こっち、移して欲しいな。餌の指定を、一旦ここにゴツゴツハッチを集めます。で、政治ハッチを復活させてもいいなってタイミングになったら、ゴツゴツハッチをこっちに移す。まあだから結構のんびりやってていいって感じですね。餌の指定をコピーして、うんうん。で、こちら、0匹になってますね。で、6、か、5。はい。ここ、もう、厩舎としての役割を終わってるから、すべて指定でよくて、解体の、解体です。こうして、移動チューブ入り口を、このようにつけます。そしたら、まあ、お世話して、入って移動チューブ戻るみたいなことも往復が楽になりますね。ちょっと気をつけなきゃいけないのはここですかね。こちらも鉛かな。本当は鉛じゃなくて金がいいんですけど、あるいはどうですかね。こうして、こうか。ん？じゃあこれ邪魔じゃないか。うんうん。で、ここにどうやって入れるかだな。この雰囲気こうなんだよな。うん、だった。こう入って、こう入って、こう入るっていう振りでしたね。上の導電線は臨時ですよね。あ、これですね。これの話ですね。はい、そうです。だからこっちは、こうして。あ、被る。どうしよう。これだと、こうしないとダメですね。え、どうしよう。まあ、いっか。こうなっちゃいますね。で、上からこう流すみたいな。ちょっとなんかこの辺な、なんていうかな、統一感ちょっと出したいなってのはありますね。ルールを決めると楽になることがいっぱいあるので、これ。例えば、こっから出てきたやつは、ちょうど床が近いから、ここの位置に置いてあるやつは、こう上に上がって給電なっていうルールで、配線引くと、ぐちゃるようなことがない。
ですね。これを書いたり。こうしたいね。というかまあ、隠したいなーってぐらいですね。こう入ってこっちに出るってことは、自動化リボンライターは、こうか。この時はこうですね。これはもう書いた。居住区から下方向にも移動チューブがあって、長時間通勤をもうちょっと軽減できたらなっていうところの部分を進めているところです。で、チャージポンプが完成したら、できてるな。じゃあ、ここはもう二酸化炭素まみれで構わないので、ここを解体終わったら、ちょっと封鎖して、機械式エアロック置いて、かな。自動エアロックを、ここに液体エアロック貼って、ボトル開けを置いて、正常を、二層液体ロックを貼って、ここに二酸化炭素がずっと溜まるような仕組み。そしたら、原油、石油を貼って、石油。巨匠はね、こことか A をいっぱいやってくれたんで、仕事はしてます。ふふ。できた。こうしたら、解体。モップ掛けも一緒にお願いして、できました。塞いで、金属製の空気式ドアを。これができたら、ここ解体して、二層液体エアロックの出入り口は完成です。真空から作ると結構こんな感じで手早く終わります。隕石来るってよの、これ自動の一時停止ついてたんで、これ外しましょうか。ここは解体終わってる。これ撤去しよっか。撤去開始です。もうここは、液体入ってないし、全解体でいいかな。すべて、6とかにしとこうか。はい、お役ごめんです。また俺、ダイジェストの作りづらい立ち回りをしている。で、こっちの下のここ、今空っぽですけど、この酸化水素燃料ロケット、石油エンジンロケットのことですね。研究で解禁できたら、だんだんと積んでおしまい。そんな感じです。これできてる。回路もできてるっぽいな。じゃあ、電線つなぎましょうか。もうちょっとなんか統一したルールで、配線した方が良かったなって、やっぱり思いますね。こうだったら、こういう感じかな。ここを繋ぐかどうかちょっと悩んでます。電気足りるかしら？まあ、ちょっとやってみてからにしましょうか。できた、解体。あとはここが一回真空になってから、水素充填ですかね。まだまだ、あと一個スキルがあれば、エクソスーツエンジニアもできるな。ねえ、巨匠。巨匠もにこやかですね。あと、ここの損傷ちょっと直してほしいかな。だんだんいつも通り自分のやってるコロニーっぽくなってきましたね。汚染酸素が、ちょいちょい、また病原菌レイヤーが、やばいことになっておる。だるいなぁ。脱臭剤でも置くか。雑に。何にせよ、とりあえず目標の8級者移設は、一応はできたのかな？次。これやろう。石炭発電所をちゃんと発電所にします。で、何を使うか。インアマーじゃなくて、鋼鉄が一番放熱性は高いですね。なんでずれちゃうかな？で、一応こうやれば5台6台とは置けるんですが、まあ置くと今度は二酸化炭素をどうやって捨てるんじゃいねな話にもなるし、そもそも二酸化炭素を処分しなくていいのではってな話もありますが、これは銅の電力制御端末を行きます。ほいで、なんか綺麗に避けてくれるようなラインになったな。じゃあ、こうできてしまいますね。自動掃除機に運ばせたい。ここに置くと、綺麗に1台で4つの石炭発電機に送れるんですね。格納庫をこういう風に置いて、
ここに石炭を貯めて、自動装置機がこの4つに運ぶみたいな作りです。だから、電線的にはちょっと避けたくて。こうかな。こうすると、わりかし良いのか？で、こうやって。みたいな。じゃあ、こうの方は見た目いいな。なんか変な繋ぎ方はしてない。うんうん。おいで、チューニングの有無は、そうだな。こっちは普通にシグナルスイッチ使いましょうか。こうして。こんなん。こっち揃えた方が良かった。結構仕事を与えたはずなので、おっと。